ここ大変だな。すごい量だもん。あんまり聞きたくないっていう、ね、よくみんなが動画でやってる感じ。そうそうそう、そう、なんか屋根足場解体どうのこうのとか聞いたことあって、見に行く機会なんて全然ないから初めて見たかもしれない。これ嬉しいです。サイン大丈夫です。いいっすか、こんなこんなんいいっすか。バランスバランスます。おはよう。お前一回タバコ吸いたの覚えとる？寝てた。完全寝てたろ、お前。くしゃげで寝とったぞ。マスクしてた。そう。はい、横浜着きました。はい、あ、来た来た来た。おはようございます。社長にカバン持ちますって言われる。お前取ったの？取っちゃった。取っちゃいました。今、パワハラ受けました。取りました、取りました。超パワハラ。超パワハラ。これ、ローキー行きます。これ証拠に使える、証拠に使える。髪型もちょいおしゃれしよう。髪型も金髪にして。金髪は昨日からですよ。どう似合ってる？似合ってる。はい、かっこいいの。まあ、こんがいいよな。はい。ちょうどあの最初は YouTube の動画のネタ的にやったんだけど、はい、やったら結構かっこいいな。かっこいいって言ってなくない？似合う。ちょっと髪型今日焦ったで。ついになんか金髪に似合うキャラだよな。はい。マスーチさん曲がってちょっとこっち見ながら入って言ってきた。お前やね。はい。めっちゃ似合ってますよ、本当に。もう明日閉鎖したの。明日閉鎖。仕送り停止。仕送が。しょ。はい。マッチ。よし、よし。今日ちょっとやる気出してですか。横浜が仕事薄いね。頑張らない。そうですよ。困っちゃいますよ。あ、でしょ。そう。いや、Cです。あ、Cはい。千葉のCロー。千葉のシール。はい。おお、マジでイケメンだもんな。ちょっとあの、この撮影見てください。あ、マジや、なんで。あ、すごいね。あ、これ来ますわ。くれくれ。おお、一番協力してもらってるシールの職人さん。はい。仕事できそうだ。シーリアにおる感じじゃん。シーリアってまあちょっとシュッとしたやつがね、塗装よりこういうタイプいないじゃないですか。いないですね。いないですよね。なんかシーリアってみんなそうなんだ。せっかくだから頭見せてあげたら。頭見せてあげたら。あ、そうか。金髪にしてください。おー、いいっすね。わかんねえもんっすね。自然すぎ。まあそうですよ。どうしますよ。買います。ちょっと若返りたいっすよ。いいじゃん、いいじゃん、やりましょう。現場見ますか。はい、わかりました。はい、わかりました。いいですか、本当に。めちゃくちゃ嬉しそうな顔してます。違うって。何さん、何さんですか。宮崎。宮崎さん、宮崎シール。ヤゴバーグ。バーグ。はい。何人かでやったの。あ、一人で。一人で。はい、他の仕事も全然あり。そうですね。これ全然ある。CD は本当にいないの。仕事なんかもう何もでもあるでしょ。まあ、多いわけですね。そういうことですよね。だから足りてないんだな、職人が。絶対的に。CD ってね。いいなぁ。俺、酔ってる顔しようと思う。酔ってる顔しようと。バーグ、バーグ。バーグ。バーグ。検索したら出てくるんですか。出てこないです。じゃあ、携帯の番号で教えていいですか。携帯の番号でいいですか。携帯の番号で。全く関係ない人からも来ますよ。全く関係ない人からも来ますよ。会社に一回問い合わせてくれたらいいね。はい、だからすぐ繋ぐんで、シーリアさん紹介してって言ってた。はい、いや、シーリア困ってる人いっぱい多いと思う。多いと思う。で、塗装屋さんでも本当にね、まあ、こういう機会にシーリも自分のところでやろうみたいなのあったら、お客さんにとってもいいし、こんなんですよ。そんなんですか。こんなんですよ。そんなんですか。もうちょっと笑顔出すか。暑すぎて、もう眩しいから、笑顔とかより眩しい。お前より確実に俺の方が暑いじゃない、この時の。今日、横浜仕様だから。お前、腹巻きしようね、この夏。もうぼちぼちですか。もう行きます。大丈夫ですか。大変だよ、ここに固まっちゃうとダメだしね。
この時期はちょっと締まりが早いんで、ざっくり締まらないね。そうわざわざでも煮て開けといてくれたんだ。はい、開いたくても開いたくても言いますからね。ぜひシールね、おしゃれさんが頼むなら、はい、お願いします。撮影料で30万ぐらい請求しておきますね。宣伝料30万も。あ、いいとこあるじゃん、はい、へぇ、あ、これ全部撮るじゃない、ここもね、テープが貼ってあるところだね。どっちだよね。うわ、ここ大変だな。すごい量だもん。すごい。まあ、ほんとこんな感じだもんな、こんだけの量。ね、こんだけで。すごい。なんかケーキ作ってるみたいな。これ乾くのに出るぐらいかかるんですか。結構かかる。1日かかるみたいな。夏でね、そうだね、一日でちょっと上から塗ると心配だよね。そうで、ゴムだから、水分が飛んじゃう。うん、結局、まあ、表面だけは触れて上に塗った塗料がダメになっちゃう。これ上手な方めっちゃ面白かったね。上手な方めっちゃ面白かったね。上手な方全部カット。まあもうやめとけ。動画サムネに決まる。あの横浜のシールの職人どうなっとるんじゃん。サムネに変わるよ。もう一本めちゃおもろいのかれたね。そうこれいくつなんですか、今年は。今年37になります。結構いってるね。めっちゃ若く見えるじゃん。本当ですか。37に見えよう。確かに30代とか30とかでもいけるかと思う。30ちょいぐらいかな。横浜営業マン何も喋らんのかお前。はい、こういうとこや。動画のまんま、はい、本当に怒ってるんだ。動画のまんまだな。めちゃくちゃ分厚いですよね。ここもうちょっとお前らのやつが疲れるからちゃんと見て。はい、疲れるならもう二度と横浜来んの。前の見て戦え。はい、シーリングってどれぐらい厚みつけないんですか。ちなみに腰幅です。腰幅ってなんかよく聞くのって5ミリ厚みつけてくださいとか、あ、そうです、8ミリつけてくださいとか、ものによってたぶん違うと思いますけど、5ミリだとこの幅だとちょっとダメ、幅によるんですよ。そう、肘幅によるんです。すごい、見ててめっちゃ楽しいです、私。やばいですよね。なんかめっちゃ面白いです。毎日付き添ってみたいです、私、この人。でもめっちゃやりにくそうですね、階段。やりにくいし、逆に足が立てたら通れないし。通れないし。これで終わりですか。これこそ終わりです。すごい。乾くの待つだけみたいな。そうですね。すごい。そんな褒めてくれなかった。めっちゃおもろかったです。あ、ここももうやったとこってことですね。乾いたらこうなるってことですよね。乾いたらこうなります。もうほとんど終わってて、ここら辺とかもめちゃくちゃ分厚いんで、すごい下もありますもんね。こういうところとかも全部それだけ分厚いし、まあ、もちろん全部あのシーリングじゃないけど、特にスポンジとか入ってるけど、かなりやっぱり目地幅深いから、それだけ材料も多く使っちゃうっていうところはあります。すごい。すごかったですよ。すごいシール。本当。うん。じゃあちょっと塗装も見させてもらおうか。見させてください。行きますか。行きますよ。めちゃくちゃ。もうレギュラーだね。はい、横浜レギュラーだね。こちらこっちです。すみません、こんなところで。YouTube 見ていただいて、なんか見た。すみません。もともとしてた。いや、たまたま YouTube いろいろやってたら出られてて、はい、それに言いかけた、はい、YouTube 見て、はい、面白かった。ありがとうございます。どうですか、後ろ2人は。あ、すごい親切で、親切、はい、わかりやすいです。わかりやすい、はい、100点中何点。すごい、100点中100点、わめちゃ褒められてんのに。じゃあちょっと本職の影を見せてもらおうか。僕ちょっと練習場見とくんで、練習場見とくんで、仕事じゃなくね。社長、社長、練習場見てる場合じゃないです。
すごい。おこれ嬉しいです。サイン大丈夫です。いいですか、こんな、こんないいですか。もうサインですね。僕、自分の字でいいですか。どこ裏があるんですか。どこういうの僕、裏のがいいんじゃないですか。裏に大きく。裏に小林かさって。でかすぎてる。でかすぎるバランス。バランス。まっめちゃくちゃなんですけど、本当にこれからもよろしくお願いしますって話になっちゃいますか。慣れてないんですいません、こんな無茶苦茶で、こんなわざわざサイン、すいませんサインくださいって言っていただけることがなんか嬉しいわ。ありがとうございます。嬉しいです。顔出したで大丈夫ですか。全然ありがとうございます。嬉しいです。塗り替え道場って一つも書いてないでしょ。それ書いてあげる、自分だけかよみたいな。まあでもいいじゃん、塗り替え道場って書いてあるから。ああ、そうですね。もうちょっと喋ってる間に、はい、一応今これ何やってます木林さん。これ草塗りですよ。草塗りなんで、それで木林さんもうこの横の俺が行ってどこの身に行こうかそれしか考えてないでしょ。そうですね。そうですね。やっぱりどこ連れて行こうかな。こうやってやっぱここ、はい、道ごとで攻めてくるんだね。できない人はできない人はどういうふうなの。はい、シーリングのラインで収めとるの。なんでか分かる。そういうとこだよ、お前。じゃだけど、じゃ俺それ何が言いたいって、知ってる人なんてどうでもいいんだけど、気にならんのかなって。俺気になるのよ、すべては。だから成長してくんだよ。気にならんやつって成長してない。気になるよ、もう。だって、バーって塗った方が早いもん。うん、そういうことです。すべてが気になります。なんか意味あるんですか。特にないっす。特になかった。気になる。気になるけど特に意味なかった。いやでもなんかありますよね。そうですね。なんかラインが、まあ、そうですね変なところであんまり切りたくないっていうことですね。よくみんなが動画でやってる感じ、うん、そう奥深いね。みんなペーって転がしてるだけだなーって。こういう傷、こういう傷んでるところも塗るとどうなるんですか。分かりづらくはなりますね、やっぱり。目立たなくはなってますよね。これ乾いてもこのままなんですか。乾いても分からないんですか。若干は分かるかもしれない、うん、それすごい。これ今縦とか横にゴルフ場が気になってしょうがないんですよ。みんなの活躍を見よう。全然違う。すごい早い。どんどんね、今日一日で全部下に行けちゃいます。余裕です。余裕です。下がり平米とかある。会いたいですけど、120秒やりたいと思います。すごい。これが一番多分撮影もしやすいです。そこちょっと飛ぶぐらいだな、はい、あとはちょっと見てほしいのは屋根。できればちょっと見てほしい。屋根足の方が結構急行がいいです。そういうことなんだ。多分あの屋根足ってなんだっていう人もいっぱいいるんで、ちょっと屋根出しも、はい、なかなか見ることもないですね。愛知の方だと、はい、実際そのあんまり急勾配の屋根がなくて、あ確かにこんな屋根もなかなか見たことないかもしれない。こっちに来て、まあ、本当にめちゃくちゃ思うのが屋根勾配がきつい。全体的に確かに愛知県もうちょっとなんかそうそうこんな斜めじゃない、歩ける範囲の斜めですもんね。でこれが一応今7000勾配って言って、はい、急勾配言われるような、もう普通に多分こういう足場がないと滑り落ちちゃうぐらいの角度になっていて、確かにこれだってなかったら濡れないですよね。だったらもうやばい。一等間持って作業しながらバランスも取れんづらく現実的にできないんで、今こういうふうに安全上屋根足場っていうものを組ませてもらって作業をしてます。確かに情報多いな、はい、こっちの方を急にゴルフの方見たって話してくるから、はい、ゴルフの話かなと思っちゃった。すごい、確かにこんな足場がね、なかなかこういう放物線なんだ。俺元こういってこう落ちるんかな、こう落ちてんだな。ゴルフの話になってました。そうですね。まあ、ご自身のお家、じゃあ屋根どれぐらいの勾配なんだろうと思ったら図面にも一応書いてある。何寸勾配って書いてあるんで。愛知だと何ぐらいなんですか。3とか4ですか。 4.5 とかじゃないかな、多いのは。あまだギリいけるけど、ただやっぱりまあ予算的に難しくて、屋根足場もちろん費用かかるから、うん、まあ、そうですよね。その組まないでやらせます。でもやっぱり職人さん危ない中でやるとやっぱりいい仕事もできないし、こういうふうにまあ職人さんの安全確保するっていうのももちろんだし、いい仕事するために屋根足組んでるっていうのも
確かに滑るかもって危険な時に、そうそうそう、怖いのに3回も塗りたくな い確かに確かに、お客さんが見てたらさ、はい、クマホンが安くできるならそうやってやってほしいって言うけど、はい、これあることで塗装職人さん1日で終わるけど、ないと3日かかるとかって、あプラスな、そうそう、だでも、ね、同じ値段でやってるってことは手抜くしかないと思う、はい、はい、景色が見えるからだいぶ怖いんですけど、ここもよし、降りようか、はい、すいませんけどもちょっと1回止めますね、ありがとうございました、気をつけて、頑張ります、頑張ります、頭使えよ頭、ありがとうございました、気をつけて、お疲れ様です、さあ愛知県まで帰れますか、お腹空いてる一つだけ聞かせてほしいんだけど、よかった今日なんか一番充実しちゃったんですか、なんかね時間もなんか手こずらず、これがあるしね、うん、2本も取れたし、スムーズに取れて、皆さん、横浜の方で仕事を結構やっとるんで、はい、ぜひまた横浜の人は、また見積もり以来、大塗装、まあ、リフォーム工事などもいろいろやってますので、はい、こちらのお問い合わせもよろしくお願いします、お願いします、あ、明日の会社でもね、はい、どこまででも会社に入れておきますので、ぜひよろしくお願いします、全国47都道府県、またね。